450ブッシュマスターは、リーマグファイロームズによって開発され、ブッシュマスターファイロームズインターナショナルにライセンスされた、ライフル用実行である。450ブッシュマスターは、マガジンとアッパーレシーバー一式を改造した、一般的な M16 よび AR-15 で、使うために設計されている。450ブッシュマスターは、現代のライフルによる大型重大の用に、 開発された。450物資マスターの歴史は、銃器ライターのジェフ・クーパーによって流行した、サンパー概念に遡る。クーパーは、AR-15 の口径の小さな5.56、45mm ーダ弾に不満を抱いており、250ヤード、先の大型銃を一撃で仕留めるため、半自動小銃で撃てる、大口径弾の必要性を感じていた。これを受け、 デイジョンドラは45プロフェッショナル弾を開発、その後にそれに対応する AR-15 を製作し、クーパーに納品している。この事業の際、プッシュマスターは銃弾メーカーのホーネディに45プロフェッショナル弾の製造を打診したが、ホーネディは自社の0.452インチ、250グレーンの弾丸、s ST s フレックスチップが収まる、より短い薬莢を求めた。 ブッシュマスターとレイジョンドラは1.771インチを新規格である1.700インチまで縮めることに同意し名称を450ブッシュマスターとした。450ブッシュマスターは高圧ライフル薬莢のため0.452インチの重い弾丸を効果的に利用できる。ルガー社のボルトアクションライフル AR-15 ライフル。 フランクリンアーモリー社の AR-15 ピストルに対応する。200ヤードほどまでは非常にフラットな弾道を描く。150ヤードで0インした場合、100ヤードの距離で1.8インチ上、150ヤードで0、200ヤードで3.4インチ下に着弾すると見込める。この弾丸は一般的な AR-15 のマガジンにシングルカラムで収まる。 AR-15 の10発マガジンでは5発、20発マガジンでは9発、30発マガジンでは13発を装填可能。現在、ホーネディ社とレミントン社がライフル用の実砲をスターライン社がハンドロード用の空野球を製造している。ありがとうございます。